きますね。あ、明らかに違いますね。いきましょう。よいしょ。あ、でもこれ、これあれじゃないですか。もうこれ分かりますよね、皆さん。下が緑で上が青、イコール農作業ですよ。来た来た来た。ってことは残すところ、あと欲しいのは、さくらとアスカですね。こちらで言うんだったら。そしてこちらで言うんだったら、まあ全然通ってませんけどね。はい、行きましょうね。まだまだ、まだね、たくさんお金了解しましたんで、これね、空にするぐらいまでは、余力が残ってますんで、僕は。さあ、前任者の方、ありがとうって言いたいですよね。まさか前任者の方がね、フィギュアを全部抜いて、20個で揃えたって可能性もありますけどね。まあでも、キリのいい20っていうのがね、僕にはどうしてもね、どうしてもね、僕も信用できないんですよ。いきますね。あ、でもこれちょっとわからんな。ラバーマスコットかな。いや、これはいいです。これは例えばですよ。おそらく皆さんこれ欲しいと思うんですよ。まあ、例えばね、僕がね、このね、寝癖の間に出なかった時に、交換してくれる人がいる。なぜなら、アスカは人気があるからですよ、これ。なぜなら、アスカは人気があるからですよ。これは、被っても OK なんですよね。さあ、行きましょう。さあ、残すところの、は、どうなってくるんですかね、これ。気になりますよね。もう、ここまで最後まで回したいですよね。よし。さあ、あ、これ来たかもしれん。なんかほらはみ出してるもん。これは怪しい、めちゃくちゃ怪しい。いきます。あ、でもこれはいいんじゃないですか。これ OK ですか。これ全然 OK じゃないですか。これほらね、これね、だいぶね、缶バッジ持ってきましたよ。さあ行きましょうか。あと1、2、3、あと5個ですね。あと5個で終わりですね、中は終わりなんですけど、まだね、綾波とマリ、せめてね、これね、白プラックスーツのマリ出しときたいですよね、ここまで食うと。いきましょう。さあ、いきますね。そろそろフィギュアが見たい。フィギュアじゃないですね、これ軽々ですよ、これ。めちゃくちゃ軽い。いきます。よいしょ。第三村の風景ですね、これ。これ第三村ですね、これ。これ第三村ですね。まあ、第三村というかね、これ、神の糸、かっこ仮称なんで、さっきのは、あやなみで、かっこ仮称なんで、これもかぶりとは僕は見出してませんので。行きましょう。あと4つですよ、なんかおそらくですけどね。これ、残り物には福があると。よく昔から言いました。昔の人は言いましたよ、やっぱり。その通りだと僕も思います。それを信じて僕も回しますよ。一番くじでもね、やっぱり、ラストワンショーとかあるじゃないですか。なんで、おそらくガチャガチャにもラストワンショーなんかあると思うんで。さあ行きましょう。いや、入ってないかもしれない。なるほどですね。そういうことなんですよね。でもおそらくですよ、これでもみんな欲しいと思うんですよ。僕は逆に絶対欲しいじゃないですか。僕も一番初めにこれ見た時に、このアスカがね、一番いいなと思ったんで、これはね、かぶり OK です。オール OK ですよ。さあ、残すところあと 1、2、3、 あと4つですね。なんで、あと4つ回しましょう。行きましょう。ここからね、マリ、綾波、マリ、アスカみたいな感じになっちゃくると思いますんで、皆さんびっくりしんどいくださいよ、本当に。僕のね、言う通りになるかというね、これ見てください、これ。まずこれ。前任者と合わせてどんだけ回したのって感じですからね、もうこれ。もう海辺みたいになってますよ、白の。行きましょう。あ、これフィギュアかもしれん。あ、これフィギュアかもしれん、本当に。いや、なんか、ダメですね。こう隙間から見ちゃダメですよね。それはルール違反ですよね。行きましょう。ちょっと、ラバーストラップも、あと綾波だけじゃないですか、これ。結局なんか、コンプっぽくなってきてますよね、フィギュア以外は。さあ行きましょうか。もうね、どんどん行きましょう。あと3回。あと3回でね、もう買います。もう全部僕に引かせてください。もうこのガチャガチャに関しては。買います。
すいませんね、このうちここら辺からね、この売り切れレバーが出てきますんで、いきますよ、よいしょ、はい、いきましょうか。前輪車どういう20回なんですかね、それは気になりますよね。これはちょっと、まあ、まあね、しょうがないですよね、これはね。これが汗水ですよ。はい、行きましょう。ラスト、2つですね。この、あ、3つかな、わからん。この、3つか2つか3つで、フィギュア出しましょう。もうせめて、せめての、せめてですよ、これは。本当に。こっから、ラッシュかかるんで。これ、ラバーストラップかな。いきますよ。桜来ましたよ、桜。そう、これがね、欲しかったんですよね。いやー、ということはですね、ちょっとおさらいしましょうか。カオルくんとこの寝癖の綾波、おはようは綾波ですね。この2つ以外はコンプ、そしてこっちで言うんだったら綾波以外はコンプ。フィギュアの方は一発目でアスカが出た以来出てません。なんですけども、残りあとお腹が見ると2つなんですよ。ということで皆さん、これどういうことだと思いますか。トドのつまりあと2つはあるあるですよ、これ。マリとアエナミ、そういうことになってくるんですよね。ちょっと待ってね、あと300円しかないですあの、ちょっとお金朝貸してくれていいですか。あの、ちょっとお金朝貸してくれていいですか。行きましょう。じゃあこれで、ね、あと2個ですからね。はい、行きましょう。いやー、ちょっと待ったいね、これ行きましょうか。よし、なかなかフィギュア、あれ、ああ、めちゃくちゃ軽い。これ何これおそらくね、次がね、ラストです。せめて最後は、最初と最後はさ、やっぱり、優勝票飾りたいじゃないですか。それでね、やった、OK! じゃあ、ちょっとこれ借りますね。あとですぐ返しますんで。危ない危ない、カメラマンも400円しか入ってないんだけど。やっぱりですよ、最後といえば皆さん、アスカ、マリ、アヤナミ、どれか出ると思うじゃないですか。でもね、やっぱね、最後といえばやっぱりですね、松方さん、いきますね、ラスト、これで決めます。これで全てのカオスにケリをつけますよ。もう行きましょう、ラスト、よいしょ、どうですか、皆さん。ことで僕は缶バッチと予想しましたね。行きましょうか。さあ、青ってことは、これ売り切れですかね。あれ、これでも売り切れのレバー出てなくないですか。これ売り切れですね。いやー、やっちゃいましたね。なんで合計で2、4、19回、前任者とあんまり変わらなくなりましたね、これね。19回もやったの、これしまったっすね。で、まあ、結果的に言えばね、もう本当に一番初めの一番いい時にやめとけばよかったっていう話になってきましたね、これ。でもやっぱりね、この缶バッジがすごくね、可愛いんですよ、これね。ほとんど缶バッジも揃ったし、あと残すところカオルくんと寝癖の綾波だけなんで、もしもね、僕今聞いた中で、まあ、寝癖の綾波、カオルくんね、かぶってるよって方いたら、またツイッターの方で DM いただけたら嬉しいかなと思いますね。あとはこの綾波、黒波のね、このラバースマスコットも、もしもね、なんか伊藤さん交換してもいいですよっていう方いましたら、教えてください。まあね、もう、このマリと綾波に関しては、もう買いますよ、もう。買います。それがいいと思いますよ。はい、やはりですね、この不均一、そして最後までいいのが残ってるっていうね、この説もね、もう
やっぱりオカルトですね。まあ、そんな感じで今回は新エヴァンゲリオン劇場版アソドゼロに、これでまだ最近出てばっかりです。そして僕もすごく探してました。ようやく見つけたのがこれだったんですけども、まあ、残念な結果になりましたけど、まあ、全然僕は満足しておりますね。はい、まあ、もちろん皆さんもね、これいろんなところで見かけると思いますんで、ぜひとも皆さんチャレンジして、 A 賞のマリ、綾波、そういったところをね、聞きましたよ伊藤さんっていうのをまたコメントの方でいただけたら嬉しいかなと思います。はい、まあ、そんな感じで今回の動画を終わらせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。きついですねこれ、結構きついですね。やっぱね、これ相性悪いかもしれない、これこのアソード、これダメだねこれ本当に。でもね、おそらくゼロさん出ますんでね、次こそは神引きして3体揃えたいと思いますね。